テレワーク中の憂鬱である、ビデオ会議。ただでさえも面倒な時間なのに、上司が怒り散らしていると余計にげんなりしてしまう。そんな時間を少しでも楽しく乗り切ろうと、画面上の上司をなでなでする一致が現れた。リアルでは絶対にできない行動だが、その結果とは？また、ズームには様々な機能がある。完全には理解できていない人たちも、スレミンと一緒に学んでいこう。ズーム会議中、キレてる上司の頭をカーソルでなでなでした結果。手頃に不正を味わえる。試合中やぞ。バレてるで。そこそこ草。草、今度からやろ。それ相手に通知されるで。コロナ禍で広く普及したオンライン会議。ズームには様々な機能があるが、すべてを把握してバッチリ使いこなしている人はどれだけいるだろうか。なんて通知来るんや。さんがなでなでしました。かわよ。あなたはなでなでされています。かわいい。こんなの嬉しくなるやろ。嬉しくなるのかはさておき、本当に通知が出るのかを調べてみたが、どうやらが攻めたらしい。録画して次の会議で間違えて流そう。ズームには録画や画面共有機能がある。ズームを使っての録画中はレコーディング中ですと表示が出るが、他のアプリを使ってバレないように録画も可能だ。悪意からではなく、聞き漏らしを防ぐために手軽にスマホで録画する人もいる。感情に任せて理不尽にブチ切れまくっていると、いつか誰かに爆弾を落とされるかもしれない。一致よりはるかに年上やろくさ。ウェブ会議で切れるやつとかおんの？後で見返して遊ぶやろ。笑ったらどうするんや。デスクトップ監視されとるで。バレてる定期。おバカでくさ。チームズ使い始めの若い女さんがモニター開けたまんまにしててご尊顔ずっと出し続けてくれるのすこ。チームズはマイクロソフト社の提供するアプリ。チャット機能や予定表など、業務を円滑に進めるためのツールだ。これに限らず、見せたくないものを垂れ流してしまうカメラ事故は後を絶たない。利用する前にアプリの特性をよく調べ、必要時以外はカメラをオフにしたり、マスキングテープで物理的に塞ぐなどの工夫をしたい。テレワーク民こんな遊び方できて羨ましい。ゲップするときだけミュート解除に気づき。ワイは女の子の画面を大写しにしてるんやが、あれってバレるんやろか。足跡ついてるで。誰がアップにしてるか向こうで見れるで。調べてみるとこれもが攻めたらしい。ズームでピン止めしても、ホストにも参加者にも通知はいかないので安心してほしい。ただし画面共有でズーム画面を公開してしまうともろにわかるので注意だ。Y はチームズで定時後に業務の指示が来たらそのメッセージにのリアクションつけてるわ。ネタかもしれないが、これは相手にも見えているのではないだろうか。多くのチャットツールには既読の意味を込めたり、人数集計のためにリアクション機能がある。一人一人が確認しましたなどと送らなくていいので、ログが流れる煩わしさもない。久しぶりにスレタイで笑った。ズームとかチームズで自分が喋らないときはカメラオフにして変顔するのほんますこ。スマホでタイプラプス撮影したらおぞましい映像が撮れたぞ。ハゲの宇宙人の高速盆踊りみたいな。タイムラプス機能のことである。パラパラ漫画の原理で、高速で鮮明に流れるような動画が作れる。カメラとマイクオフにしててもなんかあったら嫌やしカメラには常にタオルかけて塞いでる。明日からやるわ。オンラインでもオフラインでも長引いてくると退屈な会議。少しでも楽しく乗り切りたいものだが、勘の良い人には視線や表情でバレることもある。怒りの火の粉が降りかからないよう、真面目に聞いておくのが一番安全だ。お次は女性社員にカメラを強要した上司のお話だ。テレワーク上司、会議中はカメラつけろ。女社員、事前連絡なしは無理。上司、いいからつけろ。上司厳重注意くらっててくさ。サンキュー女さん。ついでに一致の査定も下げておくからそのつもりでな。下がったのは上司の査定なんだよな。内容に関係はないが、一致の ID がハッピーで本当に嬉しそうである。むしろ会議中になんでカメラつけてねえんだよ。仕事中だろ。顔出すならヒゲ剃らないといかんやん。マスクつければ平気や。いらんだろ。仕事中だから顔を出すべきという論理の流れが全くわからない。だからで繋がってなくね。顔と仕草で理解度とか情報量増えるんだから当たり前だろ。ストレスも増えるぞ。知らん奴ならともかく顔知ってる同士でカメラつける意味ないよな。監視以外の目的がない。ほんとこれ、社外とのミーティングならまだしも、誰喋ってるかなんてわかるやろ。監視目的なんだろ。
君は会社で挨拶はしないんか？カメラくらいつけろよ。誰もお前の部屋に興味ないわカス。部屋じゃなくて顔だろ。テレワークなのに化粧すんのめんどくさいって言うとったわ。仕事中でしょ。お堅いところは大変やな。調べてみるとテレワーク中に化粧をしない、もしくは軽めに済ませる人が半分以上を占めるようだ。ただでさえもマスクで肌荒れをしやすいので、必要時以外は塗りたくない気持ちはわかる。しかし、すっぴんならすっぴんで文句を言う人がいるのも現実。男性も髪型を整えてテレワークをしろと言われると、理不尽に感じるのではないだろうか。カメラ必須にすると自宅で上半身スーツ下半身露出が流行りそうやからやめろよ。甘えもここまで来ると呆れるわ。テレワークだからといって勘違いすんな。顔見る意味ないやろ。表情が見たいとか言ってたわ。上司、お前の顔が見たいんやで。ヤクザの顔を見せろやと同じ理論。監視ってなんなんやろな。そのリソースが無駄やろ。黙って仕事しろ。タスク終わってないやつだけ注意したらええねん。やることをやってゴロゴロとする、至高の労働環境ではないだろうか。そうすると次々に仕事が湧いてくるのは、困ったものである。自分の中の謎のこだわりをルールやマナーだと思って癇癪起こす外事おるよな。特におっさん社員。Y が会議主催して、Y 以外全員カメラオフなのほんま腹立つというか、虚しくなるわ。お前もオフにすりゃいいだけやろ。監視するのブラックだけやで。うちはしてないし。顔あるのとないのとじゃ安心感団地やろ。人間が一番視覚的に反応するのは人の顔やで。部とかかのミーティングに安心感が必要か？当たり前や。お前自分の地位と報酬かけた重要な決断するときにオンラインでサクッとやるか？オンラインでサクッとの意味がわからんが、オンラインでやる打ち合わせにカメラつける意味をまず説明しろよ。どうせ資料見とるやろ。オンライン顔なしでサクッとやるなちゅうことや。むしろ隠す意味がないやろ。資料共有してるとカメラ動かないんか？出す意味もないと思うんですけど。出す意味はあるやろ。問題ありません、と。問題ありません、顔真っ青。では言葉は違っても180度意味が異なるやん。個人的に業務中の顔監視は理不尽に感じるが、会議中の顔出しについて賛成の部分もある。朝礼修礼や定例会程度なら顔はなくても問題なさそうだが、相談事や深い話をするとき、そして取材などでは相手の反応は見たい。さらにカメラがあると、うっかり発言をかぶせてしまう頻度が減る気がするが、皆さんはどう思うだろうか。タバコ吸いながら打ち合わせ参加するやつもおるからな。まあ回線細いしカメラ切るんやけど。なんか生活感ある今でテレワークしてるから映せないとか、子供おるから映せないとか、そういう人らがおるねん。そもそもそれで仕事できてるんか謎やが。家族が理由の場合は、寛容になってあげたいに一票。学級閉鎖などで子供が学校や保育園に行けず、常に抱っこしていないと泣かれるような、大戦争状態でも仕事をこなしている人もいる。これ、甘えがひどいわな。お前は思春期かと。人の顔見てないで資料見てください。できるやろ。仕事は特別な空間でしかできないとか思ってる方が生産性低いわ。映したくないとそこで仕事可能は両立する。特別な空間でしかできないぞ。なぜなら自宅にいたらダラダラするから。それってあなたの感想ですよね。カメラついてないから欠席とか意味わからんわ。カメラオンボタンクリック忘れただけで欠席かよ。本当の会議でも顔とかあんまり見ないしな。普通会議資料をずっと見てるし。昔はボイスチャットのおまけのビデオチャットだったのに嫌な世の中だな。スカイプとかいう無能がしっかりしないから。スカイプでもビデオチャット機能はある。何でもビデオ化という、便利なのか不便なのかわからない世の中だ。共有する資料とかないならメインスピーカーはカメラオンにしてほしい時はあるな。どんなテンションで話してるのか知りたい場合がある。でも実際メールより電話、電話より対話の方が相手の反応わかるからいいよな。会議の内容にもよるけどカメラないと相手の反応わからないわ。これ、コミュニケーションは言語より非言語にこそ本質がある。なおのこと出社した方がええわ。慣れたら声だけで十分や。 Google もテレワーク進めようとしたけど疎通困難だからやめたって言ってたぞ。頼んでないのにカメラオンしてる連中はなんなんやろ。コロナ禍で一気にテレワークが増えた日本だが、またいつも通りの通勤生活へ逆戻りしげんなりした人も多いだろう。テレワークは楽だが、職種によっては対面がベストと言わざるを得ない部分あり、ビデオ会議の顔出しの必要性も含めて今後の課題になるかもしれない。
世界的な企業に倣って事務員の在宅化や、フレックスタイム制など新しい働き方を導入する企業も増えてきたが、これからどうなっていくか気になるところである。最後は世界のビデオ会議事情。まさかこんなことまで？と驚きの内容を見ていこう。社長とズーム会議？楽しみやな、社長。ここに呼ばれてる人は全員。米 CEO、ズーム会議で900人を一斉解雇。SNS などで批判。アメリカの住宅ローン企業の最高経営責任者が、ズーム会議で従業員900人を一斉解雇し、ソーシャルメディアなどで批判を浴びている。デジタル住宅ローン融資会社ベターのビシャルガーグ CEO はズーム会議で、この会議に呼ばれているあなたは、解雇される不運なグループだと告げた。その模様の動画は、後にソーシャルメディアに投稿された。ちなみにニュースサイトにこの記事が上がったのは12月7日。とんだクリスマスプレゼントである。射殺されるんちゃう。楽しそう。インドネシアの裁判所はズームで被告に死刑宣告したからセーフ。コメディーやろこれ。なおネット環境が悪くて途切れまくって、被告がすみません、判決は死刑であっていますか？と質問した模様。くさ。人生を左右する大事な判決の瞬間だが、さすがにシュールすぎる質問である。一気に900人も解雇するって相当やろ。ペーパーレスやな。悲壮な BGM も流してそう。社長、てってれー。騙された対象ならよかった。アメリカでもこういうのは批判されるんや。むしろアメリカは弱者を守らないから国民が批判するしかないぞ。デスゲームの導入やん。まあ荷物とか運ぶ手間省けてええやろ。ズーム解雇が許されるなら、LINE 退職宣言も許してほしいものだ。その後一人ずつ思い出話を語ったらしい。アメリカの企業って解雇言い渡すと暴れ出すやつ多いから、あらかじめオフィス人払いしておくんやて。ちなみにアメリカではレイオフ制度が浸透している。レイオフとは平たく言えば、事業立て直しのための一時解雇。業績不振によるリストラ、何かをやらかしたことによる首とはまた違うものである。今回の900人一斉解雇の記事を読んでみると、レイオフではなくリストラのようだ。ジョーカー生まれそう。まあアメリカは従業員の横つながりで紹介してもらえるらしいし日本ほど絶望的ではないやろ。アメリカなんて電話一本で首にして職場に立ち入らせないような国やろ。これは優しい方や。ルーレット回して当たった人にアピールチャンスあげてみたい。アメリカじゃ無能は普通に解雇されるとは言うけどさすがに一気に900やと話題なるんやな。仲間が900人もおるならええな。会社立ち上げる猛者はおらんのか。そんな能力ある連中は解雇されんのちゃうか。草生える。日本、こいつ辞めさせたいな。せや、希望退職させたろ。バトロは始まりそう。なんだ体育館にでも集めればよかったんか。ネットフリックスなんかも無能をバンバン首にしまくってでかくなった企業やしな。ネトフリの CEO が自著で、ここまで成長させられた理由？少しでも欠点があるやつは片っ端から首にしたったんや。って当然のように語っててビビったわ。経営者の方針に合う人材だけ残してなおかつ舵取りがうまくいったケースってだけやな。派手な成功の陰には人切ってもうまくいかないところもあるんやろ。日本ってマジで無能に優しいよな。ワイもその恩恵に預かってるから経営者目線で批判はせんけど。無能ってがんやからな。働ける人間の気力を削っていく。金が発生する場において無能は100倍あって一理なしやからな。社長自ら出てくるだけ偉い。ろくなやけどな。アメリカは辞めるときでも解雇でも引き継ぎとか一切せんらしいな。そもそも仕事を属人化してないやろ日本みたいに。そら大統領が嫌がらせ仕掛けてホワイトハウスから去ってく国やからな。トランプがやったってこと？ブッシュの時の話ちゃう？キーボードから新大統領のイニシャルの文字を引っこ抜いたとも言う。地味だけども面倒くさい嫌がらせもあったらしい。コロナ禍で大量解雇、場所も金もかけずに通達してんだからある意味すごい。アメリカは職が流動的だから日本の尺度で測ったらいけないわ。多分みんな1から2週間で次の仕事ほぼ見つかるぞ。流動性高いのええよね。騙されてるぞバカ。ほーんって感じで上昇してて草。まずそんな経営状態にした経営陣が責任取って総退陣するべきやろね。失敗した無能が何を回復できるというのか。それを決めるのは株主やぞ。最高裁判所に招待されました。草。僕は裁判所かな？強くて草。昨年には米紙フォーブスが、ガーグ氏が従業員に送ったというメールを掲載。
そこにはお前たちはあまりにも仕事が遅い。間抜けなイルカの集まりだ。だからやめろ、やめろ、今すぐやめろ。俺に恥ずかしい思いをさせている、と書かれていた。何について調べますか？2000年頃のオフィスソフトに住んでいたイルカ。オフィスアシスタントとして問題を解決してくれるのが役目だが、時代からして昨今のシリア・アレクサのように賢いものではなかった。質問などはせず、マウスで掴んで振り回していた思い出しかない。わい嫌がらせされて辞めさせられそうになったけど居座って会社都合で辞めたわ。自己都合とかクソやで。お前のそのメンタルはどうやって身につけたんや。日本、終身雇用、かっこわらの形骸化。首切られたら再就職絶望的。アメップ、すぐ切られる危険性あり。なお再就職は簡単。どっちがいい？ワイは部長から君はアウトプットが低いから営業行けと言われて、腹立って転職したけど給料上がったで。日本も行動すれば転職できる。なぜか転職しづらいことに従うやつ多いよな。ワイ IT からすると転職クソ楽やから不思議だわ。IT はマジで転職しやすそうやな、羨ましい。友達が一社目で悪戦受けて受かってたわ。向こうは首を宣告する専門の職業もあるんだろ？映画であったわ。現実感なくていいな。ま、一家で切り替えられそう。ジャルジャルのネタにありそう。テレワークって戦力外な人がより浮き彫りになるのか？日本は現場がなんやかんやで強くて昇進で雑魚化するもんな。外資は全体的にマネジメント側が強くてフラットに見せかけた中央集権よ。外資事業会社の脱リモート事例はマネジメントがざるなだけや。そもそもコロナ関係なくリモートしとったしな、外資は。マジで向こうと日本じゃ労働に対する価値観が違いすぎる。今コロナから回復しようとしてるのにトラックうんちゃんが、雇用保険でまだ食えるから働かないんを、で物流停滞してるし。社長、不動産市場調子ええから人雇いまくった結果、ゴミしかいなかったわ。これが現実。ひどい話やで。自分に酔ってるな。ワイが米国行ったらすぐに無職になるやろうな。アメリカのバカをなめんなよ。昔の SF みたいな世界やな。平成初期はテレビの特番でしかお目にかかることができなかったテレビ電話。それが誰でもが持つスマートフォンでも当たり前になり、今では会議や取材に飲み会、面接や解雇まで画面を通してできるような時代になった。便利な反面、プライベートの侵害問題やコミュニケーションの温かさに欠ける部分もある。このビデオ会議時代、皆さんはどう感じているだろうか。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんがビデオチャットでやらかした体験や目撃談、そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。